堀直寺は、江戸時代中期から、後期の旗本、堀直明を祖とする須坂藩主か堀志文家の三代目当主。はじめ熊本藩士、佐久間藩の城の養子、忌名は直寺。通称は平衛門。隠居号は牧吉。父は堀直明。母は大草高政の娘。性質は佐久間藩の城の娘。養子は堀直方。実子は娘。 なお秋の次男として出生。当初は、熊本藩士の佐久間藩の城の婿養子となる。なお、父のいとこである堀戸練も熊本藩士となっている。なお、熊本藩士時代の元六二年に、孫の平八郎が出生している。元六五年に、老いの堀忠餅が廃着となったことで、旗本堀家に戻り、兄の堀忠よりの養子となり、元六,六年に、 徳川綱吉への初お目見えを済ます。元禄六年十二月九日に諸院番子となり、翌元禄七年に兄の家徳を継ぐ。後に諸院番子を辞して、小不審となり、法営二年七月開日に熊本藩子、沢村衛門の子で、向こ氏の直方に後を譲って隠居、牧吉と号する。諸徳二年に死去。法名は、牧吉。創称は旗本。 堀家の代々の墓所である浅草祭福寺。ありがとうございます。